皆さん、夏バテは大丈夫ですか？僕は元気です。ゾイドワイルドの全てを知る男、パーフェクトヒューマン片山だ。ということで、もう夏ですね。実はこの夏にですね、夏休みの宿題としてゾイドワイルド開発メンバーがこのゼログライジスを使って改造ゾイドを作ってきてくれています。もちろん私片山も参加しています。これからですね、その数多くのゾイドたちを制作者に実際にですね、直接紹介してもらいたいと思います。皆さんこんにちは、ゾイド開発チームの梅津です。この改造ゾイドの名前はゼログライジスデスボーンです。このゼログライジスはかつて惑星 Z に存在した大型の恐竜ゾイドデスザウラーをイメージして改造しています。改造のコンセプトとして、全身に同じ勢力に所属するゼロファントスのパーツをアーマーや武器として装備しています。またこだわった点として、全身に LED を搭載していることが挙げられます。全身に LED を搭載したことで、歩行に合わせて目やリアクターラインを光らせることができます。次に、同じゾイドチームのメンバーが作ってくれた作品をご紹介します。この作品の名前はゼログライジス G アグリカルチャー。未来の食糧危機に備えて開発された農業用ゾイドとして改造されています。収穫された野菜は共和国と帝国対抗の運動会で昼食時にカレーとなって振る舞われるそうです。改造には100円ショップで購入したパーツを使用しており、購入したパーツだけではなく紙粘土などを使って野菜や小物も作られています。麦わら帽子も手作りされており、お腹からは僕も野菜だよと主張してくるスイカもこだわりポイントです。皆さんこんにちは、ゾイド開発チームの中瀬です。この改造ゾイドの名前はブラッディ・デス・グライス。改造コンセプトはゾイドワイルドゼロに登場するゼログライジスの本来の形をイメージして改造しています。グライジスコア搭載型デスザウラー派生機です。改造のポイントは、デスザウラーをイメージした顔にプラ板で加工、シルバーのパーツの上からクリアレッドを塗装することで綺麗なメタリックレッドを再現しています。またロングレンジバスターキャノンを腕に装備したままゼロブラストが発動できるように加工しています。どうでしたか皆さん、最大級のゼログライジスですからね、いろんなところに武器をつけてもよし、自分好みのねゼログライジスにして色を変えてもよし、いろんな楽しみ方があります。皆さんもゼログライジスゲットして改造まで楽しんでみてください。よろしくお願いします。